どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、皆さん、ちょっとお知らせ。いよいよ本日6月25日の正午に、このガズさんのわがままを通しまくったガズのわがままウクレレの販売型クラウドファンディングスタートします。皆さん、このウクレレ、ぜひともゲットしてください。詳細は最後につけときますのでお願いします。さあ、本日の曲はね、いいですよ。もう相当のヴィンテージ曲ですけどね。この曲です。ドン、銀座の恋の物語。この曲はですね、まあ、今も結構ね、大先輩たちに一緒に歌うと、これ盛り上がると思うんですよね。歌っていたのは石原裕次郎さんと牧村純子さんという方のデュエット曲ですよ。今回デュエット曲なんで、女性が歌うとこはピンクの歌詞、男性は青、二人のとこは黄色で、歌詞カードも書きたいと思います。デュエットウクレレ。これね、ガズレレでも何回かやってるんですけどね、ちょっと探してみてくださいね。よろしくお願いします。じゃあいつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にっていうか、もうコード3つですからね。コード3つでできるんですよ。だからこれね、例えばですけど、老人ホームに行ってみんなで歌うとか、そういうのもね、すごくいいと思いますね。もう自分も楽しいし、その一緒にいる人とこう一つになれる音楽で。はい、やってみましょう。で、後半はかっこいいバージョン。ちょっと8ビートでもう軽やかにやるだけですけどね。すごいシンプルな曲ですんで、感情を込めてやってみましょうね。はい。で、ウクレレ苦手だなとか、この曲とかウクレレで弾けたらいいなと思う皆さん、簡単だからすぐやりましょう。この曲はね、コード3つしかでもう簡単入門コードですから。はい。コードっていうのもあるんですけど、それがね、簡単なんですよ。はい。ぜひ始めてみてください。音楽苦手だわ、私でも無理無理というあなたにこそウクレレはあるんです。弦が4本しかないし、抑えるのが簡単ですからね。楽器諦めてたあなたにもできますからね。もうちょっとするとこの辺にリンクあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながら、弾くだけでいいんですよ。でね、これ今ご覧になってるの YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでも、テレビに接続してテレビでも見ることができますし、無料ですからね。ぜひ気楽にやってください。音楽やる方が楽しいですからね。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためたありとあらゆる音楽の超絶簡単ウクレレレッスン動画が700曲以上ももうアップロードされております。今日みたいな昭和のね、名曲から、定番の J-POP、最新 J-POP から洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲も何でもありますからね。さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたり、リストから探せたりするようになってますんで、ぜひとも始めてみてください。じゃあ行きましょうか、早速。銀座の恋の物語、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。わー。せーの、銀座の恋の物語ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。ウクレレでデュエットで昭和ムード歌謡とか、
これは新しい価値ですよね、皆さん。そして親子で共演できる。まあ私のですね、私今40中盤ですけども、私のあの両親世代にはこれきっと響くやつだと思うんですけどね。一緒に歌いましょうね。今のは1番だけやったんですけど、コード進行全く同じで2番ありますからね。2番やりたい方は書き出してください。その時の参考になるように見せましょう。シンプルですよ。で今ね、ここイントロ書いてないんですけど、ここの本当の恋の物語のところをイントロとして使ったということで、ここから歌始まってます。はい、じゃあちょっとメモってください。まあこれはシンプルですからね、曲の作りも。ただしお、あのね、音のメロディーがねすごく難しいっていうか、セクシーなんですよね。まさにムード歌謡みたいな 音程が出てくるんですよ。例えばさささやきだから、だこう黒いピアノでいう黒い鍵盤の音が入ってますね。そういうのが多いんで、こうなんていうかね、エロいっていうかですね、セクシーな感じで歌うのがいいかなと思いますね。はい、じゃあ一時停止で。歌が結構やっぱりね、はい、セクシー。やっぱ裕次郎ですからやっぱね。はい、で出てくるコード、さっきも言ったんですけど、コード3つですよ。やった。 Am、Dm、E7、 この3つです。これはまあガズレレでおなじみの入門コードなんですよね。この3つでできました。でもいつものことなんですけど、ちょっとシェアさせてください。ウクレレで音楽を楽しく始めようと思った時に、あの覚えてほしいコードがあります。これです。ドン、ガズレレ必須コード。ウクレレで音楽やるときにめちゃくちゃ便利な8個のコードがあるんですよ。8個もあるのかと思わないでください。1個ずつ見たらめちゃ簡単なんですよね。それを以前私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画で解説してるんで、ここでお勉強しなさいね。それを分かっちゃうと、この3つもよく理解できると思います。お願いします。ガゼル必須。はい。で、これからかっこいいバージョンの解説に行くんですけれども、リズムはね、8ビートのチャというリズムでゆったりやってみようと思います。これね、どんなリズムか、こんな感じです。このチャっていう音が入って、このドラムのドンタッタッ、この感じがちょっと打楽器的要素。これ8ビートのチャなんですけど、ここに弾き方の解説、これはウクレレのガズレレの、ね、ホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムいろいろというページの中から、まず8ビートをマスターしてもらって、8ビートができたら8ビートのチャという動画にチャレンジしてみてください。これ楽しいですよ。このリズムがまた、こうまた独特のね、このあのガツガツじゃなくて、こうセクシーに大人な8ビートのチャですからね。ここご注目ください。一箇所かっこいいキムを入れます。サビの前なんですけど、ここ見てください。泣きたくなるのさ、この俺もここ見て、 Am の時に1弦0、2、3って書いてあります。これはいつもたまに出てくるんです。Am を押さえっぱなしで1弦が動くというパターンです。ちょっとやってみましょう。Am 押さえたまんまね。押さえたまんま、1弦こうですよ。0、2、3って上がってきます。はい、ここ2回ずつかな。あ、で、2、3って感じでやってみようかな。ちょっとやってみます、ここ。泣きたくなるをさ、この後。ここですよ。0、0、2、3、東京でと入ってきます。1弦0023、これやってみましょう。でさっきも言ったんですけど、あ、そうだ、これ言い忘れてた。見てください。これここハートとスペード、これハートは女性、スペードは男性ってことになってます。今なんとなく男性っぽく女性っぽくだったんですけどね。はい、そういうのも参考にしてください。はい、ここに書いてあるね、デュエットウクレレですから、これはね、ほんとね、いろんな可能性があると思いますね。はい、デュエットもぜひぜひやってみてください。それでは、行きましょう。早速、銀座の恋の物語、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、二人が初めて会った。
ザの恋の物語ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ありがとうございます。はい、いいですね。ムード感もブランデーをこうくる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 グラスでこう手にね、こうシャムネコを抱えて映像が浮かびますね。こうベルベット調のねカーテンがかかってる部屋でこうね、妄想が、まあそういうイメージで歌うのが大事ですからね。はい、ありがとうございます。楽しんでやってみてください。いろんな世代でね、音楽楽しみましょう。ガズレレですね、いろんなイベントやってます。リアルで会えるイベント全国駆け巡っております。あとはね、このさっきも言ったんですけど、このクラウドファンディングで今度、販売型のクラウドファンディングを始める、このクレーム本当めちゃくちゃいいと思うね。その辺のこと、ちょっとこれからご案内します。ちょっとこの後ご案内くなってくださいね。お願いします。音楽どんどん楽しんでいこう。本日6月25日12時正午にこのウクレレのクラウドファンディングスタートですからね、皆さんお見逃しなく。はい、ありがとうございました。ではご案内どうぞ。はい、そういうわけでまずはですね、ホームページを見てください。ガズレレ .com です。ここに大体のこと全部書いてあります。リンクここに貼っときますね。でですね、このウクレレのクラウドファンディング実はスタートさせることになっていたんですけども、遅れに遅れて、予定より1ヶ月遅れて、開催日がスタートが決まりました。6月25日の正午です。その時にこのクラウドファンディングのページが Ready for というサイトで公開され、そこからスタートになりますので、ホームページにそのことを逐一公開して、この YouTube とかブログでも毎日毎日そのことについて何か発信していくんで、フォローよろしくお願いしますということになっています。はい、6月30日長野県長野市でガズレレやります。なんとですね、中日新聞さんにご紹介いただきまして、この記事が出ましてですね、本当にもう驚きなんですけど、信濃の国歌いましょう、長野県の歌ですね。私長野県出身なんでね、はい、これよろしくお願いします。でその後にあるのがこちらの大イベント、代々木公園で行われる千人ガズレレです。千人でバーンと思いっきり歌おう、5曲、もう5曲決まってます。そしてね、入場無料、参加申請事前申請不要です。勝手に当日来てください。で11時半に集まって練習して、12時半から本番のステージドーンと千人でやりましょう。千人どころかもっと来てもらってもいいんですよ。とにかく集まってください。一人で不安な方は仲間いっぱい呼んできてください。歌うだけでもいいからね、とにかくやる曲5曲、その辺のこといろいろ詳しく集合場所だとかここにリンク貼っておきます。こっちの方もよろしくお願いいたします。はい、でイベントもどんどん続きますよ。奈良に行ったりとか、もう、山梨行ったりとか、まあ、ずっと日本全国津々浦々なんで、とにかくホームページで要チェックです。よろしくお願いします。いろんな本出してます。このガズレレ100曲入りのリットミュージックの本出たばっかりで、まあ、ベストセラーいただいております。もう売れております。ありがとうございます。なんで売れてるか、それは簡単だからでございます。100曲も入ってるし、ぜひご活用ください。楽しく音楽やりましょう。ガズレレ盛りだくさん、この夏も行きますんでよろしくお願いします。はい、ブログもいろいろ書いてますからね、お願いします。さようなら、バイバイ、チャオ。